皆さんこんこにちは陽介ですで今回は日本での買い物についてお話ししたいと思います。過去の動画でもスーパーやコンビニでの買い物を紹介していますが今回はより網羅的に日本で買い物をする際にどこで何を買うことができるのかを詳しくご紹介します。 それぞれのお店で私が普段買っているものも合わせてご紹介していますのでぜひ最後までご覧になってくださいそれでは始めましょう1スーパーマーケット日本のスーパーマーケットは通常スーパーと呼ばれお肉やお魚 野菜など生鮮食品を中心に、買ってすぐに食べられるお惣菜、パン、日用品などを取り扱ってます。代表的なチェーン店には、イオン、マックスバリュ、声優ライフなどがあります。 スーパーはチェーン店以外にも地方ごとに人気のあるスーパーが存在します。ぜひお近くのスーパーに立ち寄ってみてください。では、スーパーで何が買えるのかをご紹介していきましょう。 新鮮な野菜と果物スーパーの入り口には季節ごとの旬の野菜や果物が豊富に揃っています。旬とはある特定の食材が最も美味しく栄養価が高くそして 手に入れやすい時期を指します。例えば、春にはイチゴ、夏にはトマトやスイカ、秋にはサツマイモや梨、冬にはリンゴ、みかんや大根などの旬な食材が美味しいです。 日本では食材の旬を非常に重視し、季節ごとに旬の食材を楽しむ文化があります。2、お肉と魚。牛肉、豚肉、鶏肉などの新鮮な肉類や、タイ、鮭、マグロなどの 魚介類が購入できます。特に刺身用の新鮮な魚は寿司や刺身を自宅で楽しむために人気です。最近では娘がタコを生で食べることにはまっており、いつもタコを買わされます。 乳製品と卵またスーパーでは牛乳ヨーグルトチーズバターなどの乳製品や新鮮な卵が手に入ります日本の卵は新鮮で知られており我が家でもよく生の卵と 醤油を混ぜてご飯にかけて食べています。四、麺類。スーパーで買える生の麺を使用したラーメンは一度試す価値のある商品です。なかなか行くことのできない行列のできるラーメン店が監修したラーメンを 自宅で味わえます。また、蕎麦やうどんなども自宅でさっと調理して作れるためよく買っています。5. 大豆食品、発酵食品。豆腐は日本の食卓で非常に人気のある食品です。 味噌汁や冷ややっこ、麻婆豆腐など様々な料理に使われます。豆腐には絹豆腐と木綿豆腐があり、絹は表面がつるっとしていて喉越しが良く、木綿は形が崩れにくいのが特徴です。 発酵食品の代表格である納豆は粘り気があり独特の風味があります。朝食としてご飯にかけて食べるのが一般的です。健康に良いとされ多くの人に愛されています。六、お惣菜。 スーパーでのお惣菜コーナーも見逃せません。スーパーのお惣菜はコンビニよりも作りたての食べ物が揃っており、買ってからすぐ食べられるお寿司、揚げ物、お弁当などを購入することができます。7 パンとお菓子。毎日焼きたてのパンや地域ごとの特色を生かしたお菓子が豊富です。我が家での定番は食パンと三色団子、わらび餅といった和菓子を購入しています。8、飲み物。お酒や ジュースなどの飲み物も豊富に売っています。スーパーで売られている飲み物はコンビニに比べると割安に買えることが多いです。9日用品洗濯洗剤や食器用洗剤、清掃用具など 家庭で必要な日用品が揃っています。ただし、スーパーで売られている日用品は、ドラッグストアと比べると割高なイメージがあります。2、コンビニエンスストア次に紹介するのは、コンビニエンスストア、通称 コンビニです。日本のコンビニは24時間営業していることが多く、いつでも必要なものを手に入れることができます。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどが代表的なチェーン店です。1 食料品。手軽に食べられるお弁当やおにぎりが豊富に揃っています。例えば、唐揚げ弁当や牛丼、鮭や梅干しのおにぎりなどがあります。朝食や軽食にぴったりなパンやサンドイッチも人気です。 クロワッサンやメロンパン、ツナサンドや卵サンドなどが一般的です。ポテトチップスやチョコレート、グミなどのスナック菓子や和菓子も手に入ります。季節限定の味や地域限定の商品も多く、新しい発見が楽しめます。 二、に飲み物。コンビニ、オリジナルのコーヒーや、日本茶、紅茶などの飲み物が、豊富に揃っています。特に、引き立てのコーヒーが、手軽に買えるのは、大きな魅力です。果汁100%のジュースや、炭酸飲料、 ビールやーハイ、ワインなどのアルコール類も充実しています。三、日用品とサービス。歯ブラシやシャンプー、カミソリなどの身だしなみ用品や、文房具、電池などの生活必需品も揃っています。 ATM の利用、宅配便の受付、コピーやファックス、住民票などの印刷など、多岐にわたる便利なサービスも提供しています。三、百円ショップ。100円ショップ、通称100均では、ほとんどのアイテムが、 一律100円税抜きで購入できます。最近では300円や500円といった少し高めの商品も売っていますが、それらも値段の割に高品質なものが非常に多いです。代表的な チェーン店にはダイソー、セリア、キャンドゥーなどがあります。生活の周りで必要なものがあれば、百均に行けば解決することも多く、私たち家族にとっても欠かせない存在になっています。本当に多種、 多様な商品ラインナップになっており、紹介しきれませんが、私たちが普段100均でよく買う商品を紹介します。キッチン用品、まな板、食器類など、キッチンで必要なアイテムが揃っています。掃除用品、 ほうきやモップ、スポンジ、掃除用洗剤など、掃除に便利なグッズでいっぱいです。収納用品、収納ボックスやカゴ、引き出しなど、整理整頓に役立つアイテムが豊富です。文房具、ノートやペン、 消しゴム、ファイルなど、勉強や仕事に必要な文房具が揃っています。子どものおもちゃ、100均では手軽に買えて楽しめる子どものおもちゃが豊富です。我が家でも毎回娘におもちゃ買ってとせがまれて、 なくなく買うはめになっています。4. ドラッグストアドラッグストアでは、医薬品や健康食品だけでなく、化粧品や日用品、食料品まで幅広く取り扱っています。代表的なチェーン店には、松本清 サンドラッグ、ウェルシアなどがあります。1、医薬品と健康食品。風邪薬やビタミン剤、栄養ドリンクなど、健康をサポートする商品が豊富に揃っています。最近も、妻が喉が痛い、 と言っていたため、風邪薬を購入しました。包帯や消毒液、絆創膏などの医療用品も手に入ります。2、化粧品とスキンケア用品。クレンジングや洗顔料、化粧水や乳液など、 スキンケアアイテムが充実しています。また、リップスティックやマスカラ、アイシャドウなどメイクアップアイテムも豊富です。私自身は化粧品をほとんど使わないため品質などはわかりません。すいません。 日用品。洗濯洗剤や食器用洗剤、掃除用具、歯ブラシなど、家庭で必要な日用品が揃っています。トイレットペーパーとティッシュペーパーなど、毎日の生活で欠かせない消耗品も手に入ります。4。 ベビー用品粉ミルク、おむつ、離乳食などのベビー用品もドラッグストアで購入できます。これらの商品は赤ちゃんがいる家庭では欠かせません。ドラッグストアで買い物をする際はスマホのアプリをダウンロードすると 割引クーポンが出ていることが多いため、ぜひ利用しましょう。5、ホームセンター。ホームセンターは、DIY 用品やガーデニング用品、家具、家電、アウトドア用品など、幅広い商品を取り扱っているお店です。 代表的なチェーン店には DCM、コメリ、カインズホームなどがあります。1、DIY 用品工具と材料、ドリルやドライバー、ネジや釘など DIY に必要な工具や材料が 豊富に揃っています。初心者からプロまで幅広いニーズに応える商品が揃っています。塗料とブラシ、壁や家具の塗装に必要な塗料やブラシも充実しています。色や 種類も豊富で、思い通りの仕上がりを実現できます。二、ガーデニング用品。観葉植物や花、野菜の苗など、ガーデニングに必要な植物が手に入ります。また、シャベルやホース、 鉢植えなど、ガーデニングに必要なツールも豊富です。育て方のアドバイスも受けられるので、初心者でも安心です。6. 家具店。家具店では、生活を豊かにする様々な家具やインテリアアイテムが手に入ります。 代表的なチェーン店にはニトリ、イケアなどがあります。ここでは日本のブランドであるニトリを紹介します。ニトリではベッド、ソファー、テーブル、椅子など生活に必要な家具が揃っています。特に ニトリのシンは寝心地もよくおすすめです。また、鍋やフライパン、食器、箸、フォーク、スプーンなど、キッチンで必要なアイテムも豊富に揃っています。最近、ニトリで食器を買ったのですが、100均で買うものよりも、 軽く扱いやすかったです。収納ケース、カーテン、ロールスクリーンなど、我が家はニトリで買ったものばかりです。七、衣服店。衣服に関して言えば、ユニクロが普段の生活では欠かせません。日々の生活で、 必要な下着や靴下はもちろん、カジュアルな衣類からビジネスの場面で使えるものまで幅広く揃っています。最近だと私の服はほとんどがユニクロです。またワークマンも注目のブランドです。ワークマンは もともと作業服専門店でしたが、最近では一般消費者向けの高機能低価格な衣料品を提供する店として人気です。防水性や保温性に優れた防寒着やズボンが揃っているため、登山やキャンプなどの アウトドア活動に最適です。8. 子供用品専門店。子供用品専門店では、成長に合わせたかわいいデザインの服が手に入ります。代表的なチェーン店には、西松屋、赤ちゃん本舗、ベビーザラス、 などがありますが、私は西松屋に行くことが多いです。低価格で可愛らしいものが揃っておりおすすめです。子供服はすぐに買い替える必要があるため、低価格で買えるのはありがたいです。1、ベビー服。 新生児や乳児用のロンパースは柔らかい素材で作られており着心地が良いです。かわいい動物柄やキャラクターデザインのものが人気です。2、キッズ服 T シャツやシャツ、ズボンや スカートなど多くのデザインの服が売られています。冬にはトレーナーやダウンジャケットなども取り揃えられています。可愛らしいデザインが多く子供たちも喜びます。ユニクロでもキッズ服が売られていますが西松屋は ユニクロよりも割安な商品が豊富です。3. その他子供用品。チャイルドシートやベビーカーなどの子供用品もこの専門店で買うことが多いです。赤ちゃんが生まれてからは西松屋にお世話になってばかりです。 まとめ以上が日本の代表的な買い物スポットの紹介です。それぞれのお店には独自の魅力があり日常の買い物から特別な日の準備までさまざまなニーズに応えてくれます。 日本での買い物体験を楽しんで、ぜひ色々なお店を訪れてみてください。振りがななしでもう一度聞いてみましょう。最初より少し早く話しています。聞き取れるかどうかチャレンジしてみましょう。1>, 1、スーパーマーケット 日本のスーパーマーケットは通常スーパーと呼ばれお肉やお魚野菜など生鮮食品を中心に買ってすぐに食べられるお惣菜パン日用品などを取り扱っています代表的なチェーン店にはイオンマックスバリュー西友 ライフなどがあります。スーパーはチェーン店以外にも地方ごとに人気のあるスーパーが存在します。ぜひお近くのスーパーに立ち寄ってみてください。では、スーパーで何が買えるのかをご紹介していきましょう。1、新鮮な野菜と果物。 スーパーの入り口には季節ごとの旬の野菜や果物が豊富に揃っています。旬とはある特定の食材が最も美味しく栄養価が高くそして手に入れやすい時期を指します。例えば春にはイチゴ、夏にはトマトやスイカ、 秋には、さつまいもや梨。冬には、りんご、みかんや、大根などの、旬な食材が美味しいです。日本では、食材の旬を非常に重視し、季節ごとに、旬の食材を楽しむ文化があります。二、お肉と魚。牛肉、豚肉、 鶏肉などの新鮮な肉類や鯛、鮭、マグロなどの魚介類が購入できます。特に刺身用の新鮮な魚は寿司や刺身を自宅で楽しむために人気です。最近では娘がタコを生で食べることにはまっておりいつもタコを買わされます。 3. 乳製品と卵。また、スーパーでは牛乳、ヨーグルト、チーズ、バターなどの乳製品や新鮮な卵が手に入ります。日本の卵は新鮮で知られており、我が家でもよく生の卵と醤油を混ぜてご飯にかけて食べています。 4. 麺類スーパーで買える生の麺を使用したラーメンは一度試す価値のある商品ですなかなか行くことのできない行列のできるラーメン店が監修したラーメンを自宅で味わえますまたそばやうどんなども自宅でさっと調理して 作れるためよく買っています5大豆食品食品品発酵豆腐は日本の食卓で非常に人気のある食品です。味噌汁や冷ややっこ、麻婆豆腐などさまざまな料理に使われます。豆腐には絹豆腐と木綿豆腐があり。 絹は表面がつるっとしていて喉越しが良く木綿は形が崩れにくいのが特徴です発酵食品の代表格である納豆は粘り気があり独特の風味があります朝食としてご飯にかけて食べるのが一般的です健康に良いとされ 多くの人に愛されています。6. お惣菜。スーパーでのお惣菜コーナーも見逃せません。スーパーのお惣菜はコンビニよりも作りたての食べ物が揃っており、買ってからすぐ食べられるお寿司、揚げ物、お弁当などを購入することができます。 7. パンとお菓子毎日焼きたてのパンや地域ごとの特色を生かしたお菓子が豊富です我が家での定番は食パンと三色団子わらび餅といった和菓子を購入しています 8. 飲み物お酒やジュースなどの飲み物も 豊富に売っています。スーパーで売られている飲み物は、コンビニに比べると割安に買えることが多いです。9、日用品。洗濯洗剤や食器用洗剤、清掃用具など、家庭で必要な日用品が揃っています。ただし、 スーパーで売られている日用品はドラッグストアと比べると割高なイメージがあります。2コンビニエンスストア次に紹介するのはコンビニエンスストア通称コンビニです。日本のコンビニは24時間営業していることが多くいつでも必要なものを 手に入れることができます。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどが代表的なチェーン店です。一、食料品。手軽に食べられるお弁当やおにぎりが豊富に揃っています。例えば、唐揚げ弁当や牛丼、鮭や 梅干しのおにぎりなどがあります。朝食や軽食にぴったりなパンやサンドイッチも人気です。クロワッサンやメロンパン、ツナサンドや卵サンドなどが一般的です。ポテトチップスやチョコレート、グミなどのスナック菓子や和菓子も手に入ります。 季節限定の味や地域限定の商品も多く、新しい発見が楽しめます。2、飲み物。コンビニオリジナルのコーヒーや、日本茶、紅茶などの飲み物が豊富に揃っています。特に、引き立てのコーヒーが手軽に買えるのは大きな魅力です。 果汁100%のジュースや炭酸飲料、ビールや酎ハイ、ワインなどのアルコール類も充実しています。3. 日用品とサービス。歯ブラシやシャンプー、カミソリなどの身だしなみ用品や、文房具、電池などの生活必需品も揃っています。 ATM の利用、宅配便の受付、コピーやファックス、住民票などの印刷など、多岐にわたる便利なサービスも提供しています。3.100円ショップ。100円ショップ、通称100均では、ほとんどのアイテムが一律100円税抜きで購入できます。 最近では300円や500円といった少し高めの商品も売っていますが、それらも値段の割に高品質なものが非常に多いです。代表的なチェーン店にはダイソー、セリア、キャンドゥなどがあります。生活の周りで必要なものがあれば、 100均に行けば解決することも多く私たち家族にとっても欠かせない存在になっています本当に多種多様な商品ラインナップになっており紹介しきれませんが私たちが普段100均でよく買う商品を紹介しますキッチン用品まな板 食器類など、キッチンで必要なアイテムが揃っています。掃除用品。ほうきやモップ、スポンジ、掃除用洗剤など、掃除に便利なグッズでいっぱいです。収納用品。収納ボックスやカゴ、引き出しなど、整理整頓に役立つアイテムが豊富です。 文房具。ノートやペン、消しゴム、ファイルなど、勉強や仕事に必要な文房具が揃っています。子供のおもちゃ。百均では手軽に買えて楽しめる子供のおもちゃが豊富です。我が家でも毎回娘におもちゃ買ってとせがまれて、泣く泣く買うはめになっています。 4. ドラッグストア。ドラッグストアでは、医薬品や健康食品だけでなく、化粧品や日用品、食料品まで幅広く取り扱っています。代表的なチェーン店には、松本清サンドラッグ、ウェルシアなどがあります。1. 医薬品と健康食品。 風邪薬やビタミン剤、栄養ドリンクなど健康をサポートする商品が豊富に揃っています。最近も妻が喉が痛いと言っていたため風邪薬を購入しました。包帯や消毒液、絆創膏などの医療用品も手に入ります。2、化粧品とスキンケア用品。 クレンジングや洗顔料、化粧水や乳液など、スキンケアアイテムが充実しています。また、リップスティックやマスカラ、アイシャドウなど、メイクアップアイテムも豊富です。私自身は、化粧品をほとんど使わないため、品質などはわかりません。すいません。3. 日用品。 洗濯洗剤や食器用洗剤、掃除用具、歯ブラシなど家庭で必要な日用品が揃っています。トイレットペーパーとティッシュペーパーなど毎日の生活で欠かせない消耗品も手に入ります。4. ベビー用品。粉ミルク、おむつ、離乳食などのベビー用品もドラッグストアで購入できます。 これらの商品は赤ちゃんがいる家庭では欠かせません。ドラッグストアで買い物をする際は、スマホのアプリをダウンロードすると、割引クーポンが出ていることが多いため、ぜひ利用しましょう。5、ホームセンター。ホームセンターは DIY 用品やガーデニング用品、家具、家電、アウトドア用品など、 幅広い商品を取り扱っているお店です。代表的なチェーン店には DCM、コメリ、カインズホームなどがあります。1、DIY 用品。工具と材料。ドリルやドライバー、ネジや釘など DIY に必要な工具や材料が豊富に揃っています。 初心者からプロまで幅広いニーズに応える商品が揃っています。塗料とブラシ。壁や家具の塗装に必要な塗料やブラシも充実しています。色や種類も豊富で思い通りの仕上がりを実現できます。2、ガーデニング用品。観葉植物や花、 野菜の苗など、ガーデニングに必要な植物が手に入ります。また、シャベルやホース、鉢植えなど、ガーデニングに必要なツールも豊富です。育て方のアドバイスも受けられるので、初心者でも安心です。6. 家具店。家具店では、生活を豊かにする様々な家具や、 インテリアアイテムが手に入ります。代表的なチェーン店にはニトリ、イケアなどがあります。ここでは日本のブランドであるニトリを紹介します。ニトリではベッド、ソファー、テーブル、椅子など生活に必要な家具が揃っています。特にニトリのシングは寝心地もよくおすすめです。 また、鍋やフライパン、食器、箸、フォーク、スプーンなど、キッチンで必要なアイテムも豊富に揃っています。最近、ニトリで食器を買ったのですが、100均で買うものよりも軽く扱いやすかったです。収納ケース、カーテン、ロールスクリーンなど、我が家はニトリで買ったものばかりです。7. 衣服店。衣服に関して言えば、ユニクロが普段の生活では欠かせません。日々の生活で必要な下着や靴下はもちろん、カジュアルな衣類からビジネスの場面で使えるものまで幅広く揃っています。最近だと私の服はほとんどがユニクロです。また、ワークマンも注目のブランドです。 ワークマンはもともと作業服専門店でしたが、最近では一般消費者向けの高機能、低価格な衣料品を提供する店として人気です。防水性や保温性に優れた防寒着やズボンが揃っているため、登山やキャンプなどのアウトドア活動に最適です。8、子供用品専門店。 子供用品専門店では成長に合わせたかわいいデザインの服が手に入ります。代表的なチェーン店には西松屋、赤ちゃん本舗、ベビーザラスなどがありますが、私は西松屋に行くことが多いです。低価格で可愛らしいものが揃っておりおすすめです。子供服はすぐに買い替える必要があるため、 低価格で買えるのはありがたいです。1、ベビー服。新生児や乳児用のロンパースは柔らかい素材で作られており着心地が良いです。かわいい動物柄やキャラクターデザインのものが人気です。2、キッズ服。T シャツやシャツ、ズボンやスカートなど多くのデザインの服が売られています。 冬にはトレーナーやダウンジャケットなども取り揃えられています。可愛らしいデザインが多く子供たちも喜びます。ユニクロでもキッズ服が売っていますが、西松屋はユニクロよりも割安な商品が豊富です。3. その他子供用品。チャイルドシートやベビーカーなどの子供用品も この専門店で買うことが多いです。赤ちゃんが生まれてからは西松屋にお世話になってばかりです。まとめ。以上が日本の代表的な買い物スポットの紹介です。それぞれのお店には独自の魅力があり、日常の買い物から特別な日の準備まで様々なニーズに応えてくれます。日本での 買い物体験を楽しんでぜひいろいろなお店を訪れてみてくださいはいお疲れ様でした皆さんは日本での買い物で何が一番良かったですかもしくは何を一番買ってみたいですかぜひコメント欄で教えてください毎週月曜日水曜日土曜日に 動画を更新していますので、この動画が役に立つと思ったら、チャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いします。コメントもいただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。